次は筋を外す。いろいろ、まあ、今のは一例。また筋を外す。これ今言ったように筋を外すのは足で体さばきで外す、手で外す、腕で外すが、たとえ蹴りでも筋で外す、筋を外すというのがある。筋いうのは君の中心線、僕の中心線、一緒やな。これ筋や。で、君がまっすぐに来るのを僕がこっちに回ったら、僕の中心線が筋がある。君の中心線は筋がない、なくなった。だからこういうふうにいかにするかいうようなことを工夫するんだけれど、筋が外すに2種類ある。手で外すのか、体で外すのか、両方で外すのか、まあ3種類やな。それで今日は手で外す、ちょっと話をやる。構えて。まずこの体を動かそう思ったらちょっと力がし、僕から遠い遠いやつ、すり外そう思ってここへ手を持ってきたらボンってやる。だからどうしてもここを外した方がいい。ここを外す。ちょっと力が入った方が外しやすいな。抜けとんは外しにくい。けど、入っとんと抜けとんと、どっちでも外せんといかん。力入っている相手には力を抜いて外す。力を抜いている人、ちょっと、強いけど、これも力を抜いて外す。だから両方とも抜いて外す。でか、はい、これが力入ってる。今から、俺、攻撃でね、ちょっと攻撃の前に、外すだけのことをやる。はい、いいか、ふっと、ふっと。これで外れてない。調子じゃなくなる。攻撃防御できる。ちょっと大きい。これなくなった。これでなくなった。なくなったな。これ、中心線外す。これ、中心線外す。こんなやつは中心線外す。で、今言って、中心線はこれも中心線に対してなかったらいかんし、これもなかったらいかん。両方ががっちり構えとってこそ、中心線。これだけでも潰れたらあかん。体で潰れたらあかん。けど、腕と体はな、ひっついとんねん。それはなんとんねん。だからどうしてもここやられたら、ちょっとこっちは狂ってくる。ひっついとんねん。力入れてる。もっとひっついて。これやったら動くなったら、なんで力がずーっと入ってくる。力抜いてくる。アホみたいに感じるときに力が伝わらない。これは中心線に入る。体の中心線に残る。これだけでも大分違う。だから力入れておく人はここをちょっとやったら体が動く。力抜いておく人はここをちょっとやっても体が動く。だから力抜いておく人の方が崩しにくい。こんな力入れるかいって力入れたか。もっと抜き抜いてやり方がある。こっちから抜いてくれる。こっちから体関係ない。こっちから抜いてみる。ないな。力入れてみる。関係ないな。あ、こういうのは崩れる。うん、お前力抜くんや。力抜いとったらこの力抜いている。やつをどう崩すかいうのを教える。一つ、どっちも力抜く。力抜いとったらもっと力抜く。そういうやり方を教える。
ほんで、イソレーション崩して攻めろということじゃない、力入れといて、いか、力抜いて、こっちから抜いて攻める、中心線を崩して攻める、はい、力入れといて、中心線を崩して攻める、な、中心線を崩して焼けた、次、力抜いて、崩しよう、あ、力抜いて、抜けて、うん、あまり崩れてるな、これまで力抜いて、もっと抜いて、くっそ、力抜いておく、うまいで、崩れる、こうやって、力抜いて、まあ、これで崩れてあげる、崩れる、確か、力抜いて、これだとこれで、奥の前に崩れるね、いかだから力抜いとっても崩れる、力入れとっても崩れる、けど崩れ方は力入れとる方が大きい、力抜いとる方は崩れ方が少ない、けど力抜いとっても崩す方が、今日はその説明をする。はい、力抜いとったら、入れとったら、名前と同じように、ちょっとこっち、はい、こっちへ直すね。うん。こっちへ直す。みんな同じ。はい、力抜いとったらこっちへ直すね。こっちから入っとったら。あ、力入っとったら、この力が。ここを通じて体に、とここが崩れたら体が崩れる。けど力抜いとったら抜いてる。ここをこうする。力がいかない。力がいかない。これ、まあ、ここちょっと言い方極端やけど、ここの部分こんにゃくと同じようになってる。こっちが力入れてる、こんにゃくが力入れてる。まあその類や。けど、こんにゃくやったらこんにゃくでいいから、崩そうという。うん、力抜いて、うん、軽く、力抜けとくから軽く押す。力抜いて、軽く押す。それを、体が、に触れる前に押す。体に触れる前に押す。ちょっと崩れ始める。うん、あるよ。こっちなんですよ。本当ですね。要するに、まあ、原則、体に触れるようなとこまで力を抜いとうから、ぎゅーっと。こっちから、力抜いとうから、こっち側も余計力抜いていっても動く。で、ここで止めたら崩れる。体までも、これで崩れる。力抜いて。いいか。力抜いとっても腕だけでは崩れない。体まで持っていく。だからこれが崩れやすいんです。ちょっとこれは崩れにくい。力抜いていく。これは崩れにくい。これも崩れにくい。力抜いていく。これも崩れにくい。その時は体に持っていく。で力を入れとったらそこまで持っていかんでも、はい、力を入れると、なんかチュッチュッと体まで持っていってないの、はい、次力を抜けとるんだよ、あっち側に持っていったら崩れる、はい、体に持っていく、崩れてないと体へ持っていく、崩れない。だから力を入れているやつはまあどっちもと言ってもいい。力を抜いているやつはもっとこちらを力を抜いて体へ持っていく。というのはこっち。体へ持っていかない力を抜いている場合、崩れはあんまりいかない。あんまりいかない。
こっちがいいの。これって思うの。もうちょっと持ってきて。彼らもちょっと聞くやろ。言うのね。だから、体を持っていく。力を抜いてたの。だから、ちょっと今力入れてる。で、ある程度力が入っとったら、もうこういうふうに。もうこういうふうに。もうこういうふうに。力抜け取ったの。体で持ってる。力抜いた。はい。力抜いた。崩れる。な。力抜いた。崩れる。わかる？だから、はい。で、ちょっと。崩れるときは、本体されるのが一番怖い。だから、こっちから抜いてる。はい、うん。これ、力抜いた。力抜いた。こうやってこれ出る。力抜いておくよ。こうやってこれ出る。うん、これが出た。うん、だからそれより早く。抜く。はい。だから抜くんじゃん。そっち、そっち、そっち。体を、あの、はい、二三回厳しくやるぞ。あっちに行くから。これも目を狙う。せっかくこっちが力抜いてるんだから、こっちがも力抜いてる。あ、怪我した際には、そーっと体出てくる。そーっと出てくる。これ。これ。だから、もう一回、総復習。構え、力抜く。力入れたい一番いい。あかん。力抜く。入れるよりだいぶ。けど、この力抜いてるやつがここへ持ってこられたら弱い。ということ。だから、構えの、力の入った構え、力の抜いた構え、力の抜いた構えをどうするか言われる。だからこれが入る。力抜いそうな。こんなんやったら平気やねん。これ入れてくるよ。こうやって出てくるよ。力抜いた。まあ、何も影響あれへん。ブインって言って。ブインって言って。こんなんアホや。だけど、同じ、力抜いても、こうやって持っていてもう一回上がる。体の力が及んでいる。だから力抜いた男をどう攻めるか、力を抜いて構えている男をどう攻めるかということ。皆さん、はい、はい、終わり。